一人で何してんの？ん？よう、アスナにシノ。何か買い物？いや、適当にブラブラしていただけだよ。そっちは？消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから三人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば、買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない。まあおやつ程度のものなら俺持ちでも。冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。ああ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。ないって。まあまあ、女子の買い物に付き合ったのが運のつき。おとなしくついてくるしかないのよ。幸いですか。このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。ステータスを気にするならプレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか。数値だけじゃないんだよ、装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。後ろに置いてある武器見せてもらってもいいかしら。はいよ、じっくり見てってくれ。使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか。なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと悪くないわね。アスナの方はどうだ？どうした？このお店何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？ほら、女の人が店員さんのお店があったと思うんだけど。女の店員？
それだよ、違和感の正体。何よ、違和感って。このお店、前は女の店員さんだったの。ああ、そういえばそうだった。それって働いてる NPC が変わったってこと？ NPC にもシフトとかあるのかしら。そんな話聞いたこともないぞ。じゃあなんで変わったんだろう。普通に考えれば NPC が変わるイベントが発生したっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、 NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ。何してるの？よう、アスナ。俺は露店を見て回って掘り出し物でも探そうかなって。奇遇だね。私もそうしようとしてたところなんだ。ねえ、せっかくだし一緒に見て回ろうか。あ、もちろんいいよ。一緒に行こう。そんなに急がなくても店は逃げないぞ。けど掘り出し物は売り切れちゃうかもしれないでしょ。それもそうだな。あ、ねえ、ちょっとあれ見て。ん、なんだ。旅のお方、どうぞお立ち寄りください。この私の店にあるものは珍しいものばかり。あの商人、クエスト NPC だ。頭にクエストマークが浮いてる。どんなクエストなのかな。俺もこのクエストは知らないな。話を聞いてみようか。うん。すみません、商品を見せてください。いらっしゃいませ。どうぞ見てってください。私はあらゆる土地を旅し、他に2つとない一品ばかりを集めてまいりました。ある時は砂漠の果ての王国、またある時は風の吹きさぶ遺跡、暗く湿った森。巨大な魔獣と戦い、その腹の中より取り出した金の剣、獅子たる王の墓より拝借した指輪、人ならぬものから譲り受けた品、どれもが珍しく自信を持ってお売りするものばかりです。なんかすごく怪しいね。だな。でも怪しげだからこそクエストは面白いかもしれないな。受けてみたいって顔に書いてあるよ。え、いや、まあその通りです。しょうがないな。それじゃ一緒に受けてみよっか。いいのか。さすがアスナ、話がわかるな。けれどどうやったらクエストが起動できるんだろう。いろいろ試してみようぜ。あの、おすすめの品があればそれをいただきたいんですが。
どうぞお好きにお選びくださいませ。品物との出会いは縁とも言いますからな。ダメか、商品が並べられただけだ。なんだろう、このネックレス変わった形。そちらは地を這うワームの歯を削り作った首飾りでございます。東に住む職人の作品でしてな、ワームの歯で自らを守ってほしいという願いが込められております。値段の割に大した効果はないな。ステータスの補正があるわけでもないし。けど珍しいものには違いないみたいだね。今まで見たことのないアイテムだから。こっちの赤い宝石も見たことないね。とっても綺麗。さすがはお嬢さん、お目が高い。あ、クエストマークが変わった。うまいこと言ったな。この宝石のことを尋ねるのがクエスト起動の条件だったのか。その宝石の名は黒銀の宝珠。美しいが大変豪の深い一品となっております。豪の深い？こちらを手に取る方は注意しなくてはいけません。自らが欲にとらわれませんようにな。ねえ、クエストを進めるためにはこれを買えばいいのかな。クエストログでは宝石の入手ってなっているからやっぱ買うんだろうな。げっ、かなりお高い。どうする、やめておく？いや、それはそれで気になるし、ここはチャレンジしようぜ。すみません、これをください。どうもありがとうございます。あなたに豪ではなく幸いが降りかからんこと。黒銀の宝珠か。クエストログに変化はあった？ああ、変わってる。黒銀の宝珠を元ある場所へって書いてあるな。元ある場所？どこのことだろう。黒銀、どこかで見覚えが。あ、あった、この記事だ。何それ？この前の MMO Today の記事だよ。ほら、ここに黒銀の森って書いてあるだろ。レベリングにいい場所だって紹介されてるんだ。黒銀っていう名前が同じってことは何か関係がありそうだよね。なあ、試しにここへ行ってみよう。うん。それにしてもどんなクエストなのかな。まだ全然想像がつかないね。せめて掘り出し物探し以上に楽しいことを祈ろうぜ。こうして自然の中を歩くのっていいよね。ああ、クエスト兼ハイキングだな。でもね、気のせいかもしれないんだけど、さっきから同じところをぐるぐる回ってないかな、私たち。はあ、俺もそう思ってた。 SAO にもあった迷いの森ってやつかもしれない。エリアとエリアの連結がランダムになって東西南北が入れ替わるっていう。けど黒銀の森が迷いの森だとは情報になかったんだけどな。私たちクエストを進める以前に町に帰れるかな。まあ平気だよ。運が悪くても3日くらい歩き続ければ出られると思うぜ。頼りにしていいのかいけないのか微妙なセリフ。
なんだ？誰かが戦っているみたい。行ってみよう。あ、見て、人とモンスターが戦ってる。助太刀しよう、行くぞ。けー、大丈夫か。何者だ。人族、人族がここに何用だ。用がないのなら立ち去れ。キズメル。嘘、キズメル、ここにあなたがいるなんて。お、クエストマークが頭についている。ここでもキズメルはクエスト NPC なのか。確かにこのゲームは SAO のデータを元にしているからありえないわけじゃなかったけど、ここではキズメルはどういう存在になっているんだろうか。ひとまずこのモンスターたちを片付けよう。君に協力するよ。了解した。よし、行くぞ。はっ。これで全てのモンスターは片付いたか。人族よ、さっきは剣を向けてすまなかった。キズメル、礼をしたいところだが、私にはなさなければならぬことがあるゆえ、今は先を急ぐ。こっちの返答を待っているのかな。なるほど。困っていることがあるなら協力したい。森が狂ってしまったのだ。話が進んだみたいだ。森が狂う？ああ、なぜかはわからない。ただ徐々に狂っていった。私たちはもともと倒木収集作業の護衛でここへ来たのだ。長期の滞在にはなっているが、仕事は順調に進んではいた。だがある日のことだ。私が外へ偵察に行った後、野営地に戻ってくると、部下が数人消えていることに気づいた。心配になり探しに出ると、森の西の区画で皆が微動だにせぬ石と化してしまっていたのだ。石に？ああ、元に戻そうとあらゆるまじないを試したのだが全く効かなかった。何か方法がないかと森の中を見て回っていたのだが、我らダークエルフ族といえども、この森の中では迷うようになってしまったのだ。クエストが発生したことが原因で森が迷いの森化したのか。野営地へと戻るまじないのみは使うことができるのが唯一の救いだ。部下たちが石になってしまった原因はわからないのか。今の質問に対してキズメルは答えを持っていないみたいだな。クエストログも変化しないし、一体どうすれば。何としても治癒の術を見つけなくてはならないのだが。他にクエストを進めるヒントは。ねえ、あのアイテムは。ああ、そうか。なあキズメル、ちょっとこれを見てくれないか。ん？それは見覚えがある。本当か？おそらくあの場所のものだ。だがここが迷いの森となった今、それがどこであったかもわからない。
あの場所っていうか次の目的地なのかな。みたいだな。大丈夫だキズミル、一緒に探せば必ずたどり着くさ。あ、また反応できない言葉をかけちゃったか。もっと分かりやすい言葉で言わないと。一緒にその場所を探しに行こう。今にして思えば、私がその宝珠を見かけた後から森の様子がおかしくなった。その宝珠と森の異変は関係があるのかもしれないな。分かった、お前たちと共にその宝珠を見た場所を探そう。改めて、私の名はキズメルだ。よろしく頼む。俺はキリトだ。私はアスナ。ふむ、では共に参ろう。Thank you.